ジャマイカ駅はアメリカ合衆国ニューヨーク市クイーンズ区にある駅。当駅はエライダブリュファーにとって極めて重要な駅である。というのもマンハッタンなどの都心側に複数設置されたターミナル駅からの路線群が集合し、またロングアイランド各地へ向かう路線群も当駅に集合するからであり、巨大な結節点になっている。またエライダブリュファーの本社も 駅構内に設置されている。このような背景があり、1日に20万人以上の乗降客数と1000本以上の列車発着回数を誇り、大都会ニューヨークの中でもペンシルバニア駅やグランドセントラル駅に次ぐ有数の巨大駅となっている。また、ジョン・カイ・ケネディ国際空港への行くための乗り換え駅としても利用されている。この他ニューヨーク市地下鉄のサットフィンブールバード、アーチャー・アベニュー、 JFK アポート駅がすぐ近くにあり、同一駅として扱われている。新たに設置された鉄骨とガラスのキャノピー初代のジャマイカ駅は、エライダブリハー本線の終着駅として1836年に建てられたもので、現在のものより0.4マイルほど東にあった。1869年には改修されている。また、これとは別に近接する形で、 ロングアイランドサウスサイド鉄道のジャマイカビーバーストリート駅があった。この両社が1912年から13年にかけて統合され、現在のジャマイカ駅となっている。新しいジャマイカ駅は立地にやや不満があり、繁華街からはやや外れたところになってしまった。このためエライダブリュハーは、ジャマイカの東側、初代ジャマイカ駅の近くにユニオンホールストリート駅を作り、 利便性を確保した。しかし、同駅は他の駅とも近いことから1976年に廃止されている。2006年にロングアイランド鉄道を運営するまたは3億8700万ドルと5年の歳月をかけた、当駅の改良工事を完成させた。この工事では、エライダブリュファート市営地下鉄駅間にエレベーターが設置されたほか、 エライ W ハート、エアトレインの乗り換え口には、ガラスと鉄骨を組み合わせた大きな屋根が設置された。エアトレイン JFK ジャマイカ駅の出入り口2面3線の島式ホーム2つと1面2線の島式ホーム1つを持ち、合計5面8線の高架駅。このうち、2面3線のホームの真ん中の線路は両側を、プラットホームに挟まれるように配置されている。 この他に多数の留置線を持つ。エアトレインのジャマイカ駅は、エライダブリハーのそれの南側に位置し、島式ホーム一面二線を持つ、高架駅となっている。エアトレインの列車は、無人運転で運転士が乗務しないので、ホームには安全のためにホームドアが設置されている。駅周辺の大通りは、商店が並び、人通りも多いが、一歩路地に入ると雰囲気が一変する。 犯罪の多い地区なので軽はずみに街を散策しようとは思わない方が良い。また、ニューヨーク市バス、またバス、ありがとうございます。